ナナミ、チーワイヤレス充電器、サクッとレビュー。僕だけ充電という方がまだわかりやすいでしょうか。 iPhone 8からもワイヤレス充電が採用され、かつてのライトニングケーブル同様にいくつあっても嬉しいアイテムとなりました。私の iPhone はライフプルーフという頑丈なケースに入っているのですが、果たしてそれでも充電できるかが注目どころです。充電器本体、これまたシャレオツな丸い形状です。非常に薄く、そして軽いです。取扱説明書、おや、英語でしょうか。開いてみたらちゃんと日本語の説明がありました。とりわけ難しいところはないワイヤレス充電器ですが、ちゃんと読んでおきましょう。 USB ケーブル、以上が中に入っていたものです。充電器本体に付属の USB ケーブルをつなぎます。繋いだら今度は USB アダプターや PC などの USB コネクターに接続します。お、本体のリングが光るんですね。クールです。さて、私の iPhone は充電できますでしょうか。バッチリですね。充電中は LED が淡く点滅するようです。これもクール。なんだか他の方のレビューで熱くなる問題があったそうですが、しばらく充電してみて充電器の熱さを確かめてみましょう。充電器の上に置きっぱなしにして2時間ほど経過しましたでしょうか。少し暖かい程度で、熱暴走するほどの温度ではないですね。ポケモン GO をやってる時の方がよっぽど暑いですね。そんな感じで7道急速ワイヤレス充電器、いい感じに使えそうです。ご視聴ありがとうございました。